皆さんこんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるカイザーです。はい、今日は雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというとこちらになります。オノマスターの8月号になります。で、何が付録としてついてるかというと、こちらのねお財布ショルダー、こちらがついております。で、こちらね、最近巷でね、スマホケースに、ショルダーストラップをね、つけるという形で流行っているんですけど、こちらに関しては、お財布ショルダーになるんで、カードとスマホがね、すべて一つに入りますよと言ったものになりますので、スマホショルダーだとね、スマホに、ショルダーストラップをつけているだけになってしまうんですけど、こちらはカードとかね、お財布機能、あとはそれにスマホが入るといった感じでね、3つの機能がついているので、社会人の方はね、これ使えるんじゃないかなという感じで、ちょっと面白いね、雑誌の付録になりますので、こちらね、見ていければなと思っております。で、ちなみにこのね、お財布ショルダーは、ノーブランドではなくて、ハミルトンとのコラボの付録になります。なんかですね、ハミルトンが130周年という形のね、アニバーサリーの付録になっております。そういった感じでね、機能的にも面白い。あとはハミルトンとのね、コラボ商品といったところでね、いろいろ面白いものがありますんでね。じゃあこちら実際に開けて見ていければなと思っております。じゃあ開封していきたいと思います。雑誌にね、こういう形で付録として付いております。結構ね、大きめで重さがありますね。で、箱の方も分厚さがあるという形の付録になっております。で、雑誌に対してね、結構ね、このぐらい、半分ぐらいの大きさで梱包されておりますんでね。結構ね、お財布ショルダーって形でね、多機能な付録になりますんでね。大きめなのかなと思います。じゃあ開けていきましょう。はい、こんな感じでね、箱に入っておるんですけど、もう結構ね箱がパンパンでね、こんな感じで半分開いておりますね。はい、いつもはねカッターで開けているんですけどね、ちょっとカッターが見当たらなかったんでハサミで開けております。皆さんね、刃物を扱うときは気をつけてくださいという感じになります。はい、じゃあ開けます。ね、どんな感じで入ってるかといったのがね、まず第一ポイントになりますんでね、開けていきたいと思います。はい、こんな感じで入っております。ビニールにちゃんと包まれてね入っております。で、箱の方はね、潰れないように、フレームがついておりますね。結構ね、箱ですね、この付録のね、梱包されている箱いっぱいに入っておりますという感じになりますね。はい、結構ね、長財布レベルでね結構重たいですね。で、こんな感じでねちゃんと袋詰めになっております。じゃあこれね、さらに開けていきましょう。結構こうなるとね、ハミルトンというコラボ商品で、こういったねしっかりした商品だとね、なんかやっぱそれなりのね、店頭に売ってるようなね商品にこう見えてきますね。で、こちらね、ストラップを傷つけないようにねハサミを、入れてください。はい、はい、で開けました。じゃあこんな感じになっておりますね。まずね、前面の方はこういう形になっております。ハミルトンって形でね、印刷ではなくてこちら型押しになっておりますね。型押しでハミルトンというふうにロゴが入っております。あとはこれもボタンですね。で、裏面はねこんな感じで、ここにねチャックがついております。で、あとはねこちらですね、上のところにショルダーストラップでねぶる下げる D 缶がついておりますと、結構ちっちゃめの D 缶ですね。多分これはね、おしゃれに見せるための D 缶だと思います。で、ちっちゃいからといってね、耐久性大丈夫かといったところに関しては、この D 缶の元になるね、ここのタグの部分がね、しっかり本体についております。なので、これスマホを入れてね、若干重たくしても大丈夫だと思います。はい。
で、あとはまあ横ですかね。横はこんな感じでね、この字型に、開いておりますという感じですね。こちら。はい。あとはね、ストラップはね、本体と同じね、合皮のストラップがついておりますね。で、こちらのストラップはね、一箇所だけ、こんな形になっていて、一箇所だけね、このフックがついております。で、あとはこちらに D カンがついておりますね。これね、多分使い方としたらね、まあ、このままね、こういう風にやってもらってもいいんですけど、多分この D カンをね、使っていろいろできるんじゃないかなと思いますけどね。多分ね、こちらのね、D カンを、くっつけた上で、さらにこちらのね、まあ、こんな感じでね、で、本体にここ D カンをね、こうつけると、二重のね、ストラップの使い方ができるかなと思ってます。はい、こんな感じでね、はい、こちら。こうですかね。こうやった二重のね、D カンの使い方もできるかなと思ってます。あとはやっぱりね、私みたいに体が大きくてね、長くぶる下げたいんであれば、これを一つにしてね、D カンを一つにして、こちらね、目いっぱい伸ばしてしまってというのもありかもしれないですね。まあ、ただ、この紐の耐久性から考えるとね、この D カンをこちらにつけて、こんな感じでね、使っていただければと思っております。まあ、多分この使い方が正しいでしょうね。このね、は、一箇所だけこうぶる下げて、これを全部伸ばしちゃうっていうやり方よりかは、こちらにね、せっかく D カンがついてるんでね、こんな感じになると思います。はい。で、ちょっとね、紹介するのにこちらね、見にくいかなと思います。一旦外します。はい。じゃあこちら開けて見ていきたいと思います。まずこちらね、スマホが入る形になってます。で、ここになんかね、クッション材が入っておりますね。じゃあこのクッション材取っちゃいますね。中もなんか入ってますかね。中は入ってないですね。じゃあ、こちら見ていければなと思っております。こちらがね、スマホ入る感じですね。で、私のこれはね、iPhone XR ですね。結構大きめのスマホなんですけど、まあ、これが入るかなって感じなんですが、これね、この本体に対して、このぐらいのね、サイズ感になっております。結構ギリギリかなって感じですね。これ入るかなって感じなんですけど、多分ね、iPhone XR だとね、入らない可能性、入らないですね。こんな感じで iPhone X だとね、入りませんね。はい、こんな感じで。iPhone X だと、XR だと入らないです。まあ、これね、本体のこのカバーつけてるとさらにね、つかないかなと思います。で、これちょっと前のね、iPhone ですね。はい、こんな感じのね、一回りちっちゃい iPhone になります。これであればね、こんな感じでね、入りますね。 iPhone7 ですね。 iPhone7 だと、入りますね。で、ただね、これ一回入れるとね、出にくくなっちゃいますね。これ、まあ、こんな感じでね、まあ、出せますと。ここのね、部分がね、使ってるうちにこれがね、伸びるからね、多分こう手入れられると思うんですけど、これここまでね、スポッと入れちゃうとね、まあ、こんな感じになっちゃうんですけどね。これね、入ることは入るんですね。まあ、こんな感じで。で、これしまえば、OK なんですけど、まあ、電話かかってきた時にね、これパカッと開けて、これをね、こう指入れてね、こうちょっと出すにはね、ちょっと厳しいかなって感じですね。あと、このストラップつけてるからね、厳しいんだと思うんですよね。これ iPhone7 ですね、私。これ。昔のね、こちらね。これだったらね、多分こんな感じでね。はい。スポッと入りますね。はい、こんな感じで。で、これ逆さまにすればね、これつけてないから、これ本体だけだったらね、これ iPhone のね、
本体だけだったら、これね、入りますね。すっぽり入るし、出すときにね、まあ、こうやればね、まあ、出ますという感じですね。はい。ちょっとね、厳しいかなって感じですね。これだと。前面はね、スマホと、スマホが入りますって形で書いてありますけどね、結構ちょっと私みたいにね、iPhone XR とか、あと今これ撮影しているね、iPhone13 だとね、結構ね、で、カバーつけてるとね、これね、結構この、合皮とね、干渉しちゃって、結構出しにくいかなっていうのが、正直な感想になります。もうちょっとこちらがね、こう、この字型のなんかね、ペロッとね、こう、半分ぐらい開くようなものであれば、出しやすかったんですけどね、ちょっとね、急いでスマホを出し入れするときには厳しいかなと思っております。あとはこれ使ってるうちにここが柔らかくなるんでね、そうするとこういう指が出し入れできるんじゃないかなと思いますけど、まあできればね、この iPhone7 ぐらいのね、ちっちゃいやつであれば、まあ出し入れ できますよと。まあ、ただこのね、ちょっとこれね、このポケモンね、子供がちょっとポケモンのシール貼ってしまってるんですけど、こういうね、スマホカバーに入れて、入れてしまうと結構カツカツなので、iPhone7 とかでもこのね、生のね、ままであれば出し入れが楽という形になります。ただここまで入れ切ってしまうとこうぶる下げている時にね、ちょっと出し入れがね、大変かなと思います。逆さまにしてね、出せば、まあ、簡単にスルッと出るんですけどね、という形になります。ちょっとそこがね、残念なポイントかなと思っております。はい。あとはね、開けてみましょう。後ろですね。後ろの部分に、チャックがついております。ここに小銭入れがね、入る感じですね。あとはここにも IC カードが入れられるんで、こうね、ピッピッとタッチができますという形になります。だからこれね、iPhone7 ぐらいのね、ちっちゃさのスマホで、あればね、こちらに IC カード入れてピッとやるか、こちらスマホのね、タッチ機能でピッとやるかといったことができるかなと思います。はい。じゃあね、前面がこちら、後ろはチャックという形になってます。なんかスマホ出し入れしてたらね、こんな感じで、ここがね、皮が伸びてね、膨らんできましたという感じですね。はい。じゃあ、あとはここ広げ、中身ですね。はい、中についてはこんな感じになっております。ボタンでの開閉になっております。で、ここにカードケース、カードがね、いくつか入れられるようになってます。1,2,3,4,5,6,7個ですね。7つのポケットがついております。あとはこの上のところにね、大きなポケットがついておりますね。はい、こちらね、こんな感じで大きなポケットがついております。これだから お金とかね、入れられるんじゃないですかね。お金とか、あとはね、こう折りたたんでも、いいようなね、何かここに、紙類が入れられますね。あとは、今ここにね、カードポケットって話をしたんですけど、こちらにもね、ポケットがついております。あと、こちらね、こちらにもポケットがついております。なのでね、こちらのね、ボタンで開けるね、こちらの内側に関しては結構ね、カードであったりとか、こちらにね、ポケット、大きなポケット、あとこちら両サイドポケットって形で、結構収納力はね、たっぷりしております。だからこうスマホをね、まあ、できれば入れたいんですけどね、これなんかお財布のね、お財布ショルダーとしてね、使うということであれば、結構この内ポケットは充実しているので、何かね、いろいろお財布の代わりに使えるかなと思っております。で、中側はね、全面的にこの黒い合皮ですね。表はね、こちらね、ハミルトンって書いてある方の表の方は、こちらのね、モスグリーンみたいな色合いの、ちょっとザラッとしたね、合皮なんですけど、中に関してはね、黒のつるっとした合皮という形になっております。そうなるとね、次のポイントとして匂いですね。こんだけ合皮使ってると匂いはどうなんですかというところに関しては、化学繊維の匂いは全くしないです。その代わりに合皮のね、独特、皮のね、匂いが独特の匂いがしますけど、これは多分化学繊維の匂いじゃないんでね、臭くないと思います。合皮の匂いなんでね、
あ、革製品の匂いだなと。これはあのブランドもののね、カバン独特の匂いと一緒なんで、臭くないと思いますという感じになってございます。まあ、ちょっとね、せっかくあのこちらお財布ショルダーって形でね、購入してきたんでね、本当はこのね iPhone ね 10R ぐらいのね、だいたいね iPhone XR ぐらいのこちらのねでかい財布って皆さん使ってると思うんですよね。これがねできれば入れたかったなって感じですけど、こんな感じでね結構カツカツ、多分ね入らないですね。 iPhone XR だとね入らない感じですね。で、私はねいくつかねあの解約した後あの Wi-Fi として使っているスマホなんですけど、このね iPhone7 の、カバーなしであればね、出し入れができますよと、まあ、これね楽に出し入れができますねと。はい。これ楽に出し入れできますよって今ちょっと私言っちゃいましたけどね、ここね、ここのね、ここの部分がね、ちょっと若干こう引っかかるんですね、出すときに。これがね、ちょっと邪魔かなって感じですね。まあでもこうやってね、逆さまにすれば指が入るんでね、まあなんとかね、出し入れできんじゃないかなって感じですね。だから iPhone もね、ちょっとこちらの XR ではなくて、こちらのサイズの iPhone であれば、このハミルトンのね、財布ショルダーは、使えるんじゃないかなと思っております。はい。あと、ちなみにさっき私がね、冒頭で、最近あの、スマホショルダーが流行ってますねって言ったのは、これちょっと違うんですけどね、もう子供がこれ貼っちゃったからこれ使えないんですけど、例えばね、こういうあの、ケースのところに、ここにこうなんかね、これピタッとね、こう貼るものがついていて、なんかこういうようなね、ちょっとこんな感じですかね。ここにピタッと貼ってね、こういうあの形のね、あのスマホのね、ショルダーが最近流行っておりますね。あの渋谷なんか行くとね、ここにね、ショルダーストラップがこうペタッと貼って、で、こういう形のね、あのスマホのケースを首から下げてるのが、今ね、渋谷、原宿あたりでね、よく売っていてね、皆さんそちらの方をあの使っておりますという感じですね。でね、こんな感じでね、こんな感じの、スマホショルダーをね、肩からぶら下げてますみたいな方がいらっしゃるんでね、ちょっとね、そちら結構ね、バリエーションがあって面白そうなんでね、今度はあのスマホショルダー、あ、スマホショルダーか、スマホショルダーね、手に入れたら、そちらもデビューしていきたいと思います。はい、以上となります。ちょっと長くなってしまいましたけど、今回ね、せっかくこうハミルトンのね、お財布ショルダーがね、雑誌の付録としてついていたので、皆さん特に気になるのはこちらね、スマホがね、どのサイズのものが入るかといったところが気になるところだと思いますので、ちょっとこちらの方を紹介させていただきました。でね、この動画見て せっかくね、買っていただいて、皆さんのね、スマホがね、この財布ショルダーに入る入らないっていうのでね、入らなかった場合がっかりしてしまうと思いましたので、ちょっと正直にね、iPhone XR とか iPhone13 だと、カバーを外してもね、ちょっと、入れにくいと。で、逆にこの iPhone ね、先ほど見せた7ぐらいのちっちゃさであれば、入りますといったところがね、ポイントになりますというのはお届けしたかった方だと思っております。はい、以上となります。あとね、こちらのね、寸法ね、あとこちらのね、ショルダーストラップもね、寸法の方がこちらに載っておりますので、概要欄の方に転記しておきます。あと概要欄の方につきましては、こちらのね、雑誌の、URL の方も載せておきますので、合わせて確認していただければなと思っております。はい。そんな感じでね、今日はこちら。モノマスターの8月号で雑誌の付録は、ハミルトンの財布ショルダーのご紹介をさせていただきました。はい、こんな感じでね、雑誌の付録を、開封してレビューしておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければ高評価お願いします。はい、こんな感じでお届けしておりますので、引き続きご視聴いただければなと思っております。はい。以上となります。今日はご視聴いただきありがとうございました。てるてる百貨店てるかいざーでした。バイバーイ。